韓国の子供たちは幼稚園の時からパンムルガン、パンムルガンって聞いてきて、パンムルガンだと思っていたのに実は違うんだよっていうことを小学校のどこかで習うんですね。で、先生がパンムルガン、はい書いてみなさいって言ってパッと書けなければペケになっちゃうんです。だから聞き取るっていうのはきっちり文字起こしができるっていうことですね。文字として再現できなければ聞き取れたことにならないんですね。とかね、パーブルって書いてあって聞き取れたことにならないんですね。パップルと書けないといけない。これ相当な訓練が必要なはずなんですね。授業で何回聞くのがいいのか、聞き取れるまでとことんやるのがいいのか、2回で諦めていいのか、いろんな悩みがあります。で、次はこれって言って書いてもらって回収して、まあ、分析したんですね。そうすると面白いことが分かった。올해겨울은아주춥고눈이많이내리고있습니다춥고춥다寒いだから춥다ですよ。あ、そう생각이죠。눈이많이내리고있습니다。大丈夫ですか？緑で抜け落ちた情報だけ補ってください。はい。실례지만はい、세번째입니다。파란색。音読練習します。一緒に読んで、시작。실례지만、이근처에편의점이있어요。気づきを書いていきます。どうぞどうぞ。で、こうやって やらないとね、現実を突きつけられない。こうやって綴りを意識すると、ゆっちゅんのちゅんって、あ、これが激音だったのかってこと初めて認識できるっていうか。はい、では戻ってきます。ちょっと曖昧だったところを確認しますよ。いきまーす。皆さんでいきまーす。しーた。すみしー。いにょんちょうちょう。かんたいかちまめ。下の和訳、すみさん、日本語を読みます、自然に読んでください。すみさん、耳をお好きでしょう。来月まで行われるおもちゃの展示会が、来月まで行われるおもちゃの展示会があるのですがっていう塊です。それ、来月韓国語タンダルガジャーにチャンダルガジャーそういうタイプで、それから自分が書き取れなかったものは印象に残りやすいっていうこと、それから立ってガンガン音読をする